咁我哋又嚟到呢个 Unbox 嘅 booth 啦。啊，咁我哋就有幸见到近期都好火红嘅设计师啦 ，Harley Kanson 咧出现嘅。咁啊，咁我哋就不如直接就讲解一下啦。咁可以讲一下现在这一次Harley Kanson 他有什么新的作品出来跟观众介绍一下可以吗？商品をちょっと紹介してもらっていいですか？ Yes。 僕の新作はこのボックスタートルズです。私の新作品是这个乌龟盒子。はい、これ。こういうね、亀、僕は亀が大好きなんですけども、こういうね、段ボールになっています。ここに、いろんなね、思いとか、いろんなね大事なものを詰め込んであなたの元に届けるぜというパーティーデリバリーな、キャラクターです。这次做的这个形象呢，它是一个乌龟在一个纸箱子里面。它乌龟呢是我非常喜欢的动物。然后纸箱子，我设计的是有装着大家的一些回忆啊，一些人生中比较重要的时刻。所以说呢，就是一个乌龟驮着你的回忆，然后慢慢的走向各位游客，慢慢的走向各位观众的这样一个想法。明白。那他喜欢乌龟是不是因为乌龟本身它的那个？鹤是绿色的吗？あの、亀というキャラクターが好きっていうのは、あの元の色が緑からですか？あ、亀の方が先に好きだった。亀の方が最初に好きだった。僕は、ちっちゃい時から、亀を飼っていて、あのずっとね子供の時から亀と一緒に、15年ぐらい暮らしていたんだよ。说我是在喜欢绿色之前就已经很喜欢乌龟这种动物了，因为我小时候就养乌龟，然后一直养了15年左右，所以他非常喜欢乌龟这种生物。明白明白。那他除了这个之外，还有其他的新作品吗？啊，これこのボックスとそれ以外の新しい。あとはね、いっぱいあるけども、これを見てほしい。虽然有非常非常多，然后希望大家先看一下这个。This character name is Komeshine。这个玩具它的名字呢是米社员，就是这个。哦，Komeshine。对。あれは、お米の、社員です。カンパニーピープルです。小さなお米の、でっかいハートを持った輝くお米たち。在日语里面呢，就是 kome 是米的意思，然后 shine 是上班职员，就是公司职员的意思，然后他又卡了一个英语里面那个 shining 的音，就是说这个米它虽然很渺小，然后我们公司职员也非常的渺小，但是他们有一颗非常包容，然后很大，然后想要发光发亮的心。哦，明白啊，挺有这个含义，不错，我觉得。那他这个米色人的话，他有什么特别呢？すごくあのナイスあのインピアだと思います。でこの何か特別なところありますか？小ささですね、こんなに小さなキャラクターの、フィギュアを作ったことは私も初めてで、あとはこのまるでジュエリーのような、高級感あふれる、キュート&、ナイスなパッケージにぜひ注目いただきたいでございます。我觉得呢，就是小，虽然这么小的一个手办，我也是第一次做，然后相信在这个场上也，它也是可以算是最小的一个东西，而且它的盒子又非常可爱，然后显得又很高级，有很多人以为它就是一个珠宝或者是装饰品，啊，希望大家可以多来关注我的米社员。明白，那因为我看见这个是说 metal figure 嘛，就我觉得这个用这个素材挺特别的，为什么选这个 metal figure 呢？素材はメタルから作られています。なぜこういうちょっと変わったフィギュアの素材を使おうと思ったんですか？まず小さいのに重いっていう意外性が面白いなと思ったのと、メタルで何を作ろうかっていうのが先にあって、その時に僕が作ろうと思ったのはこの米社員しかいねえぞと思って、わざと小さい私のキャラクターを選びました。
为金属它的质感会比较重，所以这样观众拿到手里以后会觉得它明明这么小，但是却沉甸甸的，会有一种很意外的感觉。然后其次呢，我是最开始想用金属来做一个手办，当时我的脑海里面就浮现出来了这个米摄影员的一个形象。哦，太好了。那咦，我看见这里还有一个比较特别的，这个车子啊，可以介绍一下吗？ここのなんか車もすごく面白いデザインしてますね。これもちょっと紹介しておきたいと思います。これは、ルミカーっていう、僕の反対側にあるブースの、商品なんですが、そことの、コラボレーションで、僕のこのソフトロールという、キャラクターをね、こちらを、この車に乗せて頭が落ちないように頭をこう押さえて走っているソフトロールを今、僕は新しくデザインしました。近日発売でございますので、皆様ぜひご注目ください。然后这个作品呢，是我跟另外一个品牌，然后 Lumi 他们做的一个小合作款，然后是用的是我自己的一个形象，是圆筒冰激凌。但这个圆筒冰激凌呢，因为它的头，大家知道那冰激凌很容易就掉了，所以它这个形象是设计的，冰激凌用手然后按着自己的头，努力的保持在行驶过程中头不掉下来的这么一个造型。好，谢谢你们介绍，我觉得你们的产品挺有特色啊，然后这个也非常好玩啊。这个现在已经有卖的吗？这个现在是预定款。预定款，好，有兴趣的朋友可以留意一下。那今天都差不多了啊，谢谢你们呐。ご紹介ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとう。はい、ありがとうございました。谢谢。